歯学は、高校学顔面領域に関する外傷や、疾患の施錠、原因についての知識を蓄積、その予防、診断、治療の方法を開発する学問である。歯科学、歯科医学とも呼ばれる。日本においては、明治時代に医学より独立しているが、それまでは、校中科として、医学の一文化であった。高校医師として、 高校医学や医学に包括されている国も中国、台湾や欧米諸国など存在する。歯の模型古代においては、医学同様、歯学についても、各文明において、それぞれに発達した。古代エジプトにおいて、エーベルス・パピルスやエドウィン・スミス・パピルスには、それぞれ歯痛や歯肉炎についての薬物治療法、顎関節脱臼に対する治療法が記載として、残されている。 メソポタミア文明や中国文明においては虫歯の原因は虫であるという概念が広まった。インドではスシュルタ本店において高校清掃の必要性、歯ブラシや歯磨き剤、歯石除去について記載されている。古代ギリシアではヒポクラティス全州にいくつかの歯科疾患に関する記載のほか、長寿の人ほど歯の残存歯数が多いことがすでに記載されていたが、 治療法は、抜歯や消灼などであった。ローマ帝国においては、ケルルスが、右食の治療法として、歯の黒い部分をこすり落とすことが必要であることや、強制歯科についての記載を行ったほか、ガレノス全集には、歯の解剖や、随空潜通法、歯の漂白に関する記載もされていた。中国では、歯学の扱いは、安定していなかった。において、医学の一とされた、 歯科高校領域は州春秋戦国時代では、内科の中の消化器科の一分野とされ、新館にて再び独立した扱いとなった。杉本は、中国では、歯科疾患は一部の王侯貴族の病気であり、庶民の歯科疾患は少ないことから、疾病としての認識が少なく、そのために歯科疾患に用いられる漢字にもが用いられなかったと、報告している。この時期、 死学を含めた医学分野は東ヨーロッパ、イスラム世界において発達した。この時期の医学書には虫歯により開いた穴に入口と明板を混ぜたセメントを詰めることや葉の清掃、歯石除去、葉の再植術、葉の欠損部位に牛の骨で作った人工歯を入れる等の治療法が記載されていたが、モンゴルの侵入や内部崩壊などの結果、発達は止まることとなる。 ヨーロッパでは16世紀に至るまで1000年以上に、渡り、ヒポクラテス医学、ガレノス医学、アビセン内学を信奉する、各学派が絶対的権威として君臨しており、停滞が続いていた。ルネサンスの影響により、医学も近代化が進むこととなるが、私学の近代化は18世紀、ピエール・ホシャールの登場を待つことになる。 ピエール・ホシャールが1728年に出版した仕掛け会もしくは派の概論は、死学の分野における最初の包括的な遺書である。この書により、門外不出の秘術を売り物としていた死学を公にし、誰もが学べる学問とした。これ以降、多くの巧妙な医師、歯科医師がその診断、治療などを公開するようになり、死学を大きく発達させることとなる。 19世紀に入ると、フランス革命の混乱やアメリカ合衆国の発展から有能な歯科医師のアメリカへの移住が進み、歯学の中心はアメリカへと移り変わった。その流れの中、1840年にボルチモアに世界で最初の歯学教育機関であるボルチモア歯科医学校が、1841年にはアメリカ歯科医師会が設立された。これ以降、 ボルチモア歯科医学校をはじめとする歯学、教育機関により歯学は学問として体系化され、学文化の基礎が作られることとなった。アーリーデンタルチェアイン、パイオニアウエストミュージアムインシャムロック、テキサス・ジョン・ハリスは、オハイオ州ロース郡のベインブリッジに、世界で最初の歯科の学校を設立、健康の専門としての歯学教育を確立させた。 これは1828年2月21日に開かれ、現在はハリス歯科博物館となっている。最初の歯科医学校であるボルチモア歯科医学校は1840年に設立された。司学教育は国によって異なり、学部を卒業した者が進学する専門職大学院の方式を取る国と、学部教育で歯科医学教育を行う国がある。 卒業した国や同じ国でも卒業した大学により同じ症状でも異なった判断をすることがある。例えば、イスラエルの私学教育機関にて教育を受けた司会師は南米や東ヨーロッパの私学教育機関にて教育を受けた司会師よりも第3、第9師を積極的に抜歯することが報告されている。 高校学顔面領域の学問であるため名称に高校とついてはいるが実際には解剖学と高校解剖学生理学と高校生理学のように高校と同時に全身を網羅した学習を行っている解剖学においてはご遺体の全身を実際に解剖して修学することが視界学を収めるために必須となっている人体を取り扱う学問である以上 人体の構造、機能、疾患と、その原因など、医学研究の根拠となる知見を得るための、学問分野である、基礎医学と、ほぼ一致する。外科系資学、保存治療系資学、歯周治療系資学,学、補鉄系矯正資学、小児資学。ありがとうございます。